方いらっしゃいましたね。それと数人いらっしゃいますね。じゃあ、今日初めて変面書をご覧になるという方に少しだけ変面についてご紹介させていただきたいと思います。変面というのは中国の戦劇というですね、伝統舞踊になるんですけどね、お面が随時に十数枚ほど変わるといったもので、これこの仕掛け自体ですね、国家秘密に属したものでありまして、門外不出の技でもあるんです。日本で変面を演じられている演者というのはですね、大変少なくて、日本で約20数名ほどと聞いています。そしてこの長崎孔子廟では、3名の演者が所属しておりまして、ランタンフェスティバルなどで活躍されております。今日変面を演じていただく演者というのは19歳の男性変面師未来さんという方なんですけれども、非常にダイナミックで、そしてすごくトリッキーというんですかね、予測不能な動きをされることで定評がある演者でもあります。皆様のもうこの目の前まで来て面を変えるといったパフォーマンスも行いますので、その迫力ある演技をですね、どうぞ真下でご覧いただければと思います。それでは大変お待たせいたしました。よろしいでしょうか、始めさせていただいて館長はい、お待たせいたしました。それでは変面書の方を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
ね、株式仕事をまさに匠の技と言っていいぐらいの素晴らしい手作業になりますので、どうぞ皆様こちらで行いますのでご見学いただければと思います。それでは、お願いいたします。